演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、また久しぶりにローソンに行っていろいろ買ってきました。お芋のロールケーキとか芋ケンキとか、あと変わり種スイーツとかブルーシュー、生バウム、チームブルーで、なんかブランパンの楽しみになりました。なんか秋が近いゆえなのか、お芋作商品多いですね。というわけで、早速食べていきたいと思います。あ、でもお芋に飽きると嫌なので、お芋と他のやつ交互に行きますねって、これ宣言する意味あるのか？ではまずは、ちょっとブランから行ってみましょう。これ中に、なんか、チーズクリームが入ってるブランみたいですね。お、この感触久しぶりだな。はい、では、いただきます。ローソン行くの本当久しぶりだけど、いつの間にかこんなにいろんな商品が出てたんだな。もっと行きたい。このチーズクリームはブランパンのもっちりとした食感の中からチーズの甘酸っぱさが引いて広がってきて、とっても美味しかったです。あっさりいただきたい時にいいですね。あれ、ブランパンじゃないのかこれ。は、大麦って書いてある。でもまあ、これも健康的なパンチのようなものがいいか。で、お芋あんぱんは中にお芋あんがずっしりと入っていて、口に入れた瞬間に黒ごまの香ばしさともにお芋の甘さがふわっと広がりました。黒ごまもただ乗っているんじゃなくて、ちゃんと味を出していたのは本当にすごいと思いました。で、そのブリュレパイシューは表面がきっちり香ばしく辛味付けされており、ちょっとサクッとした食感もあって、ただのパイシューとはまた違った美味しさがありました。カリムッシュって書いてありますね。これは通称なのか。で、このあんの芋のもっちケーキは生地が本当にもちもちしていて美味しかったのですが、ちょっとあんの芋が少なすぎましたね。 なのであんの芋の甘さが甘じ感じられず、なんかケーキの食感が勝ってしまっているのがちょっと残念でした。まあ、もっちケーキなのであってもいいんですけど、もうちょっとあんの芋も感じたかったなと思います。それで、まあ、今のところですね、一番美味しいと思ったのはこちらのパリシューで、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっとカスタードですね。ではまず生バウムから。生っていう響きいいな。うわ、ほら、水辺が形崩れそうだな。新鮮にしないと、ちょっと形が残念なのでありますね。ではいただきます。一口に甘いと言ってもいろいろあるっていうのもいいな。もっといろいろ堪能したい。最初に食べたこちらのお芋のロールケーキは、中のクリア芋あんとクリームがとっても混じ合っていて美味しかったのですが、そのロールケーキはちょっと取りづらかって、こんな風についてしまうのは残念でしたね。分け合うことができるものとして、ちょっとこれは許容できないかなという部分があります。まあ、プレミアムロールケーキなので違った美味しさもありますが、で、次に食べた生バウムは、いわゆるバウムクーヘンのパサついた食感が全くなくて、しっとりと口の中に溶けていって美味しかったです。上のシュガーコーティングも良かったですね。すんなりと溶けていて、これこそ一番生の真骨頂です。で、こちらのチームフリは、中にチーズクリームが入っているのかと思ったら、レアチーズムースとクリームが入っていましたね。なのでレアチーズムースを食べるの、あ、甘くさっぱりとした食感を味わうことができたのですが、これだったらクリーム入れなくていいからレアチーズムースだけでよかったかなって思う部分もあります。というのもちょっと大きくなりすぎ、クリームが入った分大きくなりすぎたと少々食べにくさが出てきてしまったんですよね。なのでクリームを減らしてチーズ部分をやって食べやすくしてほしいなと思ったのは、そこが残念でした、ね。そして最後、こちらの芋けんぴ、カリカリとした芋けんぴの食感の後にお芋の自然な甘さが口の中に広がってきて美味しかったです。やっぱりこういう昔のあのお菓子こそ一番素材の味を感じられるのかもしれないですね。今回食べた芋商品の中でこちらが一番自分の中では美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。久しぶりにローソンに来たらまた行くんですよな。ちょっとお金くなると
こういうチェックも行われますね。まあ、いろいろあるので行きたくても行けないんですが、そういう身近なじゃなくて内側話はどうでもいい。それじゃ行きましょう。初中見舞い薬になるかな病院へ。いやそれ見舞い違いだから。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武中演